はいどうも、赤崎蓮香です。今回も FIFA22 監督キャリアモードをやっていきます。前回 FA カップの5回戦に挑んだアネオトユナイテッド、相手はサーサンプトン。延長戦の末2対3の惜敗、ここで姿を消すことになってしまいました。いやー本当に惜しかった、悔しい。そしてリーグ戦の方は現在2位、首位フラムとは勝ち点差が4で、3位ブレントフォードとも勝ち点差が4と結構詰まってますので、もうカップ戦が全て終わったのなら、あとはリーグ戦に全力を注ぐのみ、頑張っていきましょう。そしてカラバオカップの決勝が終わりました。優勝はトッテナム、まあ順当ですね、3対0。いやー準決勝でトッテナムに勝っていればおそらくこの大会優勝できた可能性が高い。ただトッテナム強かったね、あれは勝てんわ。そしてカラバオカップの大会最優秀選手になんとロドリゲスが選ばれましたね。優勝チームじゃないのか。てかもうちょっといい写真使ってあげようよ、どこ見てんこれ。いやロドリゲスおめでとう。そして今回から3月に入ってリーグ戦が6試合、3試合目に首位フラムとの直接対決を控えています。なので今回の動画ではとりあえず2日と9日の試合、ここは飛ばして3戦目のフラム戦をお送りします。ということで2試合消化後に移動。さあ2試合終わってアネオトユナイテッド1勝1分けです。1戦目のカーディフには勝ちましたが、2戦目のブラックバーン戦でまさかのドロー。相手前半で退場者出したのにこの低たらくやってしまった。そして現在の順位ですが、アネオトユナイテッド首位のフラムまで勝ち点差が3と迫りました。いやーこの直接対決、勝てば得失点差で上回って首位に立てるので、ここ絶対に落とすわけにいかない、頑張っていきましょう。ということでフラム戦がやってきました。前回は3対3ドローでしたね。相手がかなりチートじみた動きしてたので、この試合本当に気をつけなきゃいけない。そしてアネオトユナイテッド中2日なんですが、バーグマンちょっと疲れてるけども、ここは使っていきます。総力戦必ず勝つぞ。さあやってきました、フラムとの直接対決、アウェーマッチですね。この試合実質的な優勝争いです。ここ負ければおそらくもう勝ち点差が6と広がってしまうので無理でしょう。必ず勝たなきゃならない、全力で戦っていくぞ。さあハーストへ、ハースト、これはファールだろう、ないのか、アフターだろう、どう考えても。奪え、入れ替わる、守備、いやうますぎ、なんだこいつ、2人抜いた、ただここで奪う。さあアレックスへ、アレックス、シモズ、裏通るか、通った、バーグマン打ってしまえ、キーパーナイスカット、ダメか、奪いきれない、ちょ飛び出しすぎ、バーグマンもったいない、何してん、守備抜かし、また抜き、マイナスのボール、打たせんな、これは大丈夫、シンケル。ロングボール、しっかり設定。ナイス。いやー、ファウルだろ。ないのか。守備合い。中央空いてる。流して、シュート打ってきた。アップね、シンケル。よく止めた。行かせんな。いやー誰もついてない、まずい、中央飛び出してきたやつは、ここはブロック、セカンド拾えないのか、ただここで奪う、ロストするな、いやー弱いパス、もうファールでいいから止めろ、いやーここ入れ替わっちゃダメ、まずい、シュートブロック入れ替わった、これはオフサイドだろう、ないのか、危なかった。キャブラント、トレイヤー、アレックス、中上がってきて、さ
さあシモンズ抜ける、シモンズシュート、よし決めた。相手完全に中央開けてたな。シモンズのゴール、久々かな。シモンズようやく決めてくれた。リプレイ、もう完全に相手開けてたな。ナイスゴール、シモンズ。さあ逆サイド行こう、相手かなり前がかり。さあ剥がして、さあ裏、あーっと中途半端、空中戦、ナイスパルミエリ、素晴らしい。アレックス、ここはロストしたくない。ワイドレーンへ、バグマン一旦戻して、中を使う。さあコレイヤシュート打てる、うーん、ディフレクション拾えないか。ここで前半終了。なんとか1点リードで折り返したけども、いや相手のサイドがやばすぎる、油断できん。前半試合データ見ていきましょう。 1-0 でなんとか折り返したけども、相手にシュート6本打たれてる。フラもおかしいよな、他のチームと比べて明らかに選手の動きが違う、かなり補正が入ってるんじゃないかと疑ってます。さあサイド、プラント、プラント持ってけ、プラント、いやー相手の方が早いか。ただここブラントを競り勝つ、パス出してシュート、よし決めた、ラッキー、ファーストのゴール。後半開始早々ブラントよく頑張ったな、こういうの大事。リプレイ、ここブラントよく粘って、ちょっと足元入りすぎたけども、ファーストよくコントロールした。このトラップお見事だね、うん、シュートまでの判断もいいっていうか、顔蹴られてんだけど大丈夫、キーパー戻そう、蹴ってけ蹴ってけ、セカンド拾えたい拾いたい、ワイドレーン、バーグマン頑張れ、もう体力ない。折り返してアレックス、アレックス、シモンズへ、シモンズ、クロスボール、どこ蹴ってんの、それ行き過ぎ、いやすんげえパス出すな、なんだそれ。ファルディから止めて、いやー引っかからん、戻れー、メラーか、うわーここで振られる、プラント、プラント、厳しい、プラント、プラント、いかせんな、ナイスカット、交代使うか。さあバーグマンに変えてエンドリー、エンドリー左、それいやもう厳しいな、イベルセン、なんとか2点差守りきろう。守備守備守備、プレスプレス、しっかりプレス、ナイスイベルセン、ここセーフティーに蹴ってこう、ちょっと短い、ナイスシモンズ、セカンド拾え、ナイスアレックス、サイドエンドリーへ、エンドリー持ってけ持ってけ持ってけ、エンドリー持ってく、エンドリーかわして折り返しシュート、キーパー正面、空中戦ナイス、いやーその後強い、ただまだマイボール、イベルセン、いやここシモンズ、いやブロックすげー、やばいひっくり返った、戻れ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 、メーラーが出てしまってる、パルミエリ、パス出さすな、ナイスナイスディフェンス、危ねえ。さあエンドリーへ、いやーそういうところで引っ掛けんな、エンドリーまずい、シュート打ってきた、シンケル、ナイスセーブ。さあコーナーキック、いやサイドこれは大丈夫、ナイスブラント、ライン上げてライン上げて、全員で守備、ナイスシモンズ。さあサイドワイツへ、持ってけワイツ、ただこいつ早いんだよな、センターバックなのに。剥がしてファースト入れ替わり、いやここ強い、ただエンドリー拾う、エンドリー入れ替わって、エンドリーラストパス、よし3点目、お見事エンドリー、ナイスだよ今のは、ファースト2ゴール、3点取れば大丈夫だろう。リプレイ、エンドリーナイスターン、ここは冷静に折り返して無人のゴールでファースト、プレース、行かせんな行かせんな、エンドリープレスバックしてない、ナイスパルミエリ。
さあここ繋いで終わった、危ないプレー、レッドカード、よしよしよし、一人退場。さあここでハーストを変えるか、カスティージョ裏通させんな、戻れ戻れ戻れ、ワイツプレスバックしてない、プレスバックしてない、裏通る、まずい、ナイスシンケル、セカンド守ってあげてしっかり、いやー、うわ、ここも止めたシンケル、素晴らしい、よく止めたシンケル、目いっぱい広げて、もも逆サイドフロー、ナイス、いいね、エンドリー、おーっとエンドリー、なんだそのポジショニング、そっちじゃない、ひっくり返る、チップパス、あ、ちょっと待って、なんだ、なんでジャンプしないの、うわ、あっぶねー、ラッキー、何してん。さあアディショナルタイム、クリーンシートにしたい、プレスプレス、サボるな、しっかり守備、降りて守備しよう、ライン上げて、ライン上げて、ライン間開けるな、一旦戻して蹴ってけ、よし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 、ただ相手空中戦強い、フリック、ここで試合終了、3対0勝った、これで首位奪還か、いやー厳しい試合だった、もう相手フラムは本当におかしい、このチーム、特にサイドの黒人プレイヤーがチートじみてる、インチキだな。試合データ見ていきましょう、結果は3対0、まあ、点差以上にきつい試合だった、相手の方がシュート本数も多い、個人スタッツ見ていきましょう、シンケルがマンオブザマッチ 9.4、 素晴らしい、枠内7、セーブ6、お見事だね、他はシモンズが1ゴールで 8.2、 そしてハーストが2ゴールで 8.2、 いや、よく決めてくれた。そしてフラムですが、このセンターバックがやばかったな、コンゴロ、オーバー73、嘘だろこいつ。そしてもう一人、このリード、オーバー74、これも怪しい。そしてあとこのケバーの72、もうこの黒人選手3人がマジチート、このオーバーは明らかに詐欺です、逆詐欺。さあアネオトユナイテッド、ついに首位奪還です、勝ち点80で並んで得失点差で上回った。ただまだね、勝ち点で差がついてるわけじゃないので油断はできない、フラム強すぎ。そしてブレントフォードやシェフィールドはちょっと消化数が少ないですね、ブレントフォードはここから2連勝してくると勝ち点差が2まで縮まるのか、まだまだ油断はできない。さあそして代表の情報入ってきましたね、コレイヤがブラジル代表に選出された、とうとうセレソン入りしたか、すげえな、大出世、19日から25日までか、19から25だとイプスウィッチ戦に被るのか、ここ出れないんだね、まああと3人ボランチいるから大丈夫でしょう。さあスカウトレポート入ってきましたね、ブラジルの守備的思考2ヶ月目、1人ずつ見ていきましょう。まず1人目、アレッサンドロ・サントス、190か、ポテンシャル低いな、 J1 万、ダメですね。2人目、クレバー・カルドーソ、ポテンシャル高っ、80から94、 189cm、 市場価値は280万、いいですね、これはキープ。3人目、イゴール・マルティンス、微妙、14万、拒否。で最後か、レオナルド・サントス、これもダメだな、背は高いんだけどね、35万、微妙、拒否。で現時点で4人残してるんですが、とりあえずこのオールデスとオリレイラとカルドーソ、この3人はかなり良さそうですね。でこのデュアルテがどうなんだろうな、50万、左サイドバック、ちょっとこっちのボルゲスの方が良さそうなんで、2人もいらない。うん。このデュアルテは拒否でいいかな。微妙そう。ということで、この選手は拒否しとこう。とりあえず3人キープした状態で、残り1ヶ月。
様子見ましょう。そして3月は残りの試合3試合となりましたので、ここは飛ばしていきます。ということで3月のラストの試合後まで移動。さあ3試合を終えて2勝1分けですね。いやスウォンジー戦で引き分けてしまった。ただ3試合目のブリストルシティ戦で久々の大量得点、5対0で勝ちました。そして現在の順位ですが、一応首位には立ってます。ただフラムが1試合消化少ないので、ここフラムが勝ったら逆転されてしまいますね。ほんとフラムしぶとい、全然負けねえ。そしてボーンマスが3位に上がってきて、ブレントフォードが4位に落ちてます。ただブレントフォードまで勝ち点差6しかないので、これ負けたりしたら一気に落ちる可能性あるんでね、気をつけたい。そして現在の得点ランキングですが、ハーストが現在の得点王となってます。26ゴール31試合で、2位がブルネッタですね。でエンケティアはしばらくゴール取れてないですね。22ゴールからこれ5、6節分ぐらい点取ってないな、エンケティア調子悪そう。そしてアシストランキングはトップ2独占ですね。アレックスが14アシストで、ロドリゲスが12アシストですね。でシモンズが9アシストと続いています。そしてリーグ戦の方はいよいよ大詰めです。4月に4試合、そして5月に1試合と残り5試合しかありません。まあ順当にいけば2位以内はね確保できそうなんですが、まだまだ強敵が控えているので油断できません。特に27日のシェフィールド戦、ここが山場になると思うので、しっかり頑張っていきましょう。では今回の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。